どうもグリスンです。それでは今回もやっていきたいと思います。いい天気ですね。朝でしょうか。やっぱりこういう場所に来るのは朝がいいですよね。気持ちよさそう。空気も綺麗そうだし。感染者感染者？何匹？ほんのちょっと。よくわかるな。まあなんとなく。わあ、うまいな。スコープついてるもんな、トミ試してみるか？ー。おー、いいの？いいの？同今日じこ昼と飯言っじちゃ。ゃった。よし、じゃあやるか。赤い看板見え赤るい、か？はいはい。当ててみろ。会社の奴らもおびき出せる。高めに狙え。弾は落下するからな。ほう。わかった。何？ちょっと細かいじゃないか。道を視界に。重力が関係してくるわよけしいね。ぞ。あ、来たね。音に引き寄せられてる。まあ、どうせパトロール中だし、倒しとくか。パトロール中なんですね。動いてるな。やるよ。やるな、あと2匹。当たり。これ気に入った。あと2匹。今ので終わりだ。もっと打ちたきゃこっちにまだいるぞ。わ かった。いいね。今どこ回から楽来したそうんだ。だ？冬は群れがここを徘徊するんだが、何匹か取り残されることがあるんだ。毎年同じルート通ってくの？渡りの群れみたいにな。へえ、うん？なんか動物なんでみだたいでろすね。う。ほら、大気圧ってやつが一定の気温に達したらって、俺がそんなこと知ってるように見えるか？小屋を見てみろ。坂を下ってるみたいだな。なんで？いますね。あ、動物の死体か。トラックのそば見てみろ。トラックのそば？あそこの鹿を食ってやがる。腹減ってんだろ。トラックのそば、ああ、ここか。え？いや、全然わからん。トラックのそば。このトラックですよね。ヒントだって。ああ、これね。ここ？ああ、本当だ。食ってますね。え、やっちゃっていいの？ちょ、ヘッドショット狙ってみますね。ここら辺かな。ああ、肩に当たりましたね。ダメだった。弾が落下する距離も考えろよ。ゆっ動くいりてでいいるぞ。敵を倒すのはなかなか難しいですね。才能あるな。3匹いるみたいだ。ちょっと早かったか。ほら、どう？上出来。まあ、また同じとこ？あ、いますね。驚いた。お、ヘッドショット。ついもういにない。当たっこった。ちにいるかもな。スキーリフトのそばだ。あっちの方を見てみろ。スゴンキードリラフのト。下、支柱のそばだ。見えるか？ここかな？あ、いますね。下ってますね。やっちゃっていいのかな？さっきより遠いですよね。
わ、全然ダメだ。焦らず、ゆっくり。当たった。慣れてきたな。やった。まだまだいるぞ。止まった。当たってよ。足か。うまいぞ。あと3匹。よし。帰ったらジョエルに。よし、お、今ヘッドショット行きましたね。いいね。あと1匹。ジョエル、シチューかき混ぜてっかな。あいつのことだから焦がしてんだろうな。ああ、いないみたいだな。ジョエルは料理が苦手なんですね。それじゃ行くか。ジョエルが待ってる。オッケー。ん？あ、返す。もういいか。うん、ありがとう。気分晴れた。そうか。お先にどうぞ。余計なお世話かもしれないが、ジョエルが心配してるぞ。別に心配する必要ない。そうだろうけどな。でもちゃんと口を聞かなきゃ何かあったって思うだろう。ちゃんと話してる。挨拶だけじゃなくて会話するんだよ。わかった。努力する。ほら、いい子だ。あれ、なんでもう一匹や、一匹っていうかもう一頭いるんだ。馬、誰か他にいるんですかね。どうした。あ、ジョエルもいるのか。ジョエルは街で待ってるのかと思った。お前たちが撃ってたのか。エリーが感染者でスコープ試してたんだよ。どうだった。いい感じ。そういえばな、エリー、ギターの弦変えてないんじゃないか。変えるものなんだ。あは、そうじゃ新しいのを見つけようなう。下に楽器屋があっただろ。ギター用品もあるさ。ちょうどあそこは巡回先延ばしにしてたしな。見張りは任せろ。どうする、エリー。いいよ。それじゃ退散するか。ねえ、本当に来ないの。ほら行け。待たせるな。うん、ちょっと探索してもいいですかって。探索したところで意味ないのか。過去だしね。いや、そんなこともなさそうだぞ。アルコールがあった。急にここが気に入ったってのか。ほら、忘れ物ないかなって。だよな。うん、弾がありましたね。ハンドガンとライフル。弦なんていらないだろ。普通に弾けるぞ。ほんといい音。そっか、ジョエルもジョエルで頑張ってきっかけを作ろうとしてるんですよね。ジョエルは不器用ですからね。行く。じゃあ行きましょうか。あ、待って、なんかあるぞ。ハンドガンの弾。オッケー。オッケー。行こう。よし。馬に乗っていくのか。あ、馬に乗るんですね。それで、お前たち感染者に出くわしたのか。尾根から数匹見つけた。そっちは。家の中にランナーが2匹。グループパトロールでお前はよくやってるってジェシーが言ってたぞ。そろそろペアで行けるんじゃないかってな。
まあ俺に言わせればまだ早いが、銃の腕ならほとんどのやつに勝ってる。それに他の新人よりも経験で言ったら全然。メリー、お前がやれるっていうならやればいい。そうか、ありがとう。ただ頼むから短いルートから始めるんだぞ。いいな、それで様子を見てみる。わかった。調子に乗るなっていうことね。まあお前がハマってたサベッジスターライトって漫画覚えてるか。うん。トミーとあの学校を通った時に何冊か見つけたんだ。面白かった？ああいうのは俺の好みじゃないが、ダニエラ・スター博士はかなり残忍でしょ。特にキャプテン・ライアンとのデスマッチの場面。あれね、あれはキャプテンの自業自得。脱出の下りは予想外。笑える。ジャッキーはあっちだから今はここに置いてる。うん、わかった。キラリ、いい子にしてて。ジョエル偉いな。不器用なりにね。平気。これぐらいならいけるっしょ。あ、ありましたね。あそこですね。ねえ、こっちはいけそうにないよ。何？ああ、そうだね。おかしいな。前は泳いでいけたんだが。それじゃあ、どうするの？お前さえよければ、ホテルを通っていくか。うん、いいよ。どうやって行くんだ？こっちから入れるのかな？あ、扉ありますね。あれ、でもこっち見てるな。どうする気だ？あ、この車を押すのかな？あ、エリーが見つけなきゃいけないのか。いつの間に来たんだ。ここ行けそうだな。え？エリー、お前ここ通れるか？試す価値あり。気をつけろよ。オッケー。こんなところを。懐かしいですね、この感じね。ワンだとね、よくありました。わかった。ん？なんかある。だいたいこう別コードになるとね、敵が出てきたりするんで気をつけないとですね。注意しながら行きましょう。何かあったか？うん、まだわかんない。ただ音はしないですね。何もいる気配はないけど、とりあえず開けましょう。お待ちどうさま。ああ、見直した？別に、もっとちゃんと食べろ。細すぎだ。これは？ジョエルらしいですね。回復薬。たま。エリ、来い。なんだ？敵？ここすっごく不気味なんだけど。先に行けそうだが、奉仕が待ってるな。マスクをしよう。しなきゃダメ。二人きりでしょ。誰かに出くわしたらどうする？はいはい、つけます。
ということはクリッカーがいるのかな。身長第一だろう。マスクをつけずにいて、いつか誰かにばったり出くわしたらどうするつもりだ。そんなヘマしない。誰にもあのことは話してないな。ほら、ジェシーとかディーナとか。するわけない。それならいい。うん、ちょっと待ってね。あ、作れないか。アルコールが足りない。ここ入ったことあるの？これナイフ？いや、通りの巡回だけだ。ナイフ作れないのか。あ、ナイフ作る必要ないのか今回。そうだ。ね、うん、これ絶対いるじゃん。うーん、ん、なんかあるな。弾。ホテルだから部屋がね、たくさんありますよね。おお、びっくりした。だいぶ前に撃たれたみたいだな。最後にパトロールが来たのは。さあな。ジャクソンの人？いや、確か失踪したのは去年いなくなった若者2人だけだ。こいつは老けすぎてる。迷い込んだんだろう。こっちだ。ちょっと待ってね。あれ、出てきたのはあっちの部屋からだよね。こっちまで行ってないっけ。あ、そんなことはないや。こっから出てきたんだ多分。よし、じゃあ行こうか。ん、こっち。あ、いますね。聞こえるぞ。パトロール中でしょ。そうだな。倒していくか。ショットガン、俺にもくれ。ちょっと待ってね。あ、そっか。あ、作れたな今火炎瓶。まあいいや。おお、弾がいっぱい。布はいっぱいあるんだけどな。アルコールがね。こっちだぞ。アルコールがなかなかない。リロードしよう。よし、
なんかいっぱいいますね。おー、やっとあった。ちょっと待って。あ、ダメだ。上を戻る。2階だ。ワンダーマン、右だぞ。ここ行こう。あ、もう行けないか、今。待って待って。ジョエルに任せればなんとかなるね。もう倒すまではダメか。次いけないのか。まだまだ来るぞ。やったぞ。あ、クリカ。真正面だ。こっちだ、エリ。こっちだ。ジョエル、今ので終わり？多分な。悪くなかったぞ。あのさ、今日はギターの弦取りに行くの諦めない？俺もそう思ってたとこだ。とはいえ、出るには前に進むしかないな。何かあるかもしれないな。先行って。わあ、怖いな、こういうの。死ぬかと思って今。際どかったな。でも倒してやった。ああ、そうだな。平気？年食ったってこと以外にか、
一晩ぐっすり眠れば元通りだ。早くここ出たい。これブローターってやつですよね、確か。あのワンでエリーとジョエルとあともう一人ジョエルの知り合いで、あの車のバッテリーをね探しに学校に行くんですけど。何してんの？奥にブローターいたらどうすんの？その時にやっぱブローターですね。その時にね体育館に出てくるんですよね、あいつで。絶対もう倒さないと先に進めないようなね、そんな状態だったんですけど、ジョエルがね一人で頑張って倒したんですけど、今回はエリーと協力し合って倒した感じですね。あった。このリロードする時の音いいですよね。ジェシーとディーナがこのこと知ったら死ぬほど驚くはず。そういえばあの二人は付き合ってるんだろ？くっついたり離れたり。なんで？ジェシーはお前の話ばかりだろ。ジェシーとはただの友達。本当にそうか？俺は結構勘がいいんだぞ。悪いけど完全に外れ。どうだかね。期待しても無駄だよ。これロッカーは開かないのかな。ダメか。ちょっと待ってね。これで拾えるか。よし。うん。弾がありましたね。まだ弾があるってことは敵出てくんのかな。お前ならここ通れるか。いけそうですね。まあどうだ。ああほら。ジェイ、ジョエル。ん？あの子たちだ。去年逃げ出したカップル。そうみたいだな。ジャクソンはいいところだけど、他の場所で苦しんでる人たちの話を聞くのが辛い。みんなを救いたくて、良かれと思って町を出たの。でも1時間もしないうちに群れに襲われて、2人とも噛まれて、変わり果てる前に命を絶つことに決めた。家族や友人に謝っておいて、アダムとシドニーより。彼女を撃った。なのに俺は怖くて死ねないでいる。アダム、ひどいな。ああ、それでクリッカーになっちゃったのか。まあエリー、トミーと合流して二人をジャクソンまで運ぼうな。ファイアフライの病院から逃げ出したとき、私みたいな人が大勢いるって言ったよね。
ああ、そう聞かされた。免疫を持ってる人なんて会ったことない。ジョエルは隠してるんだろう、お前みたいに。本当にそう？今話さなきゃいけないことか。あんなに苦労してファイアフライの病院に私を連れてったでしょ。聞きたいことたくさんあったのに、なんで意識を失ってる間に私を連れ出したの？お前の検査をさせてみて、あいつらは無能だと気づいたからお前を連れて。なんで無能だってわかるの？時間をあげれば何か方法を見つけられたかもしれないでしょ。治療法なんてこの世にないんだ。他の人を助ける方法なんて存在しないんだよ。その事実を変えられるものなら俺だって変えたいさ。でも無理だ。この子たちを家に連れて帰ってやろう。他に言いたいことがないならな。ない。そうか、行くぞ。エリはやっぱりあの時のねことをずっと引きずってるんですね。すげえなエリ、ランボーみたいなことするな。やっと眠った、ね、でも自分でやるしかないですもんね。全然痛そうじゃない。いいやつだよね。タフだな。うん。言わなかったの？今は無理。できた。それで何か分かった？そうだね。アビー？ああ、うん。この子はノラ。仲間と病院に配置されてて、物資とか集めてたみたい。この病院？そう。ちょっと今行くの？うん、確かめなきゃ。ねえ、せめてジェシーが回復するまで待てば。逃がしたくないし。エリー、場所が分かったんだよ。トミーも知ってるかも。何？別に。そう、ドア開けるの手伝って。うん。よし、5号線に沿って行けば病院にたどり着くはず。うん、はい。ということで、今回ねこの辺にしようかなと思います。うん、やっぱジョエルは何でしょうね。まあやっぱエリーを病院から救い出した時点で彼は、うん、
ずっとね、あれ、あの言い訳を通していかないといけない部分はあるのかもしれないですね。彼女を救った以上ね。もし彼女に真実を話したら、きっとそれはそれでエリーも苦しむことにつながると思うんですよね。彼女は多分そのまま、普通に今まで暮らしてたみたいに、気持ち的にね、無理でしょうからね、今までのようにはいかないと思いますね。なんとかやっぱり自分がね、人を助けることにつながるんであればって、多分自ら病院に行くんじゃないでしょうかね。ジョエルからしたら、まあ彼女をね、失いたくないという気持ちもあるから、まあ複雑ですよね、とてもお互いに。はい、まあということで、今回この辺にしようかなと思います。またよかったら見てください。お疲れ様でした。バイバイ。